テモテへの第一の手紙、第一章。私たちの救い主なる神と、私たちの望みであるキリストイエスとの任命によるキリストイエスの使徒パウロから、信仰による私の真実な子、テモテへ。父なる神と私たちの主、キリストイエスから、恵みと憐れみと平安とがあなたにあるように。私がマケドニアに向かって出発する際、頼んでおいたように、あなたはエペソに留まっていて、ある人々に違った教えを説くことをせず、作り話や果てしのない啓示などに気を取られることもないように命じなさい。そのようなことは信仰による神の務めを果たすものではなく、むしろ論議を引き起こさせるだけのものである。私のこの命令は、清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としている。ある人々は、これらのものからそれて空論に走り、律法の教師たることを志していながら、自分の言っていることも主張していることもわからないでいる。私たちは知っている通り、律法なるものは法に従って用いるなら良いものである。すなわち、律法は正しい人のために定められたのではなく、不法なものと法に服さないもの、不信心なものと罪あるもの、神聖を汚すものと俗悪なもの、父を殺す者と母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、難色をする者、誘拐する者、偽る者、偽り誓う者、その他健全な教えに基ることがあれば、そのために定められていることを認むべきである。これは祝福に満ちた神の栄光の福音が示すところであって、私はこの福音を委ねられているのである。私は自分を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝する。主は私を忠実なものと見て、この務めに任じてくださったのである。私は以前には神をそしるもの、迫害するもの、不尊なものであった。しかし私はこれらのことを信仰がなかったとき、無知なためにしたのだから、憐れみをこむったのである。その上、私たちの主の恵みが、キリストイエスにある信仰と愛とに伴い、ますます増し加わってきた。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださった、という言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。私はその罪人の頭なのである。しかし、私が憐れみをこむったのは、キリストイエスが、まず私に対して限りない寛容を示し、そして私が今後、彼を信じて永遠の命を受ける者の模範となるためである。世々の支配者、不朽にして見えざる唯一の神に、世々限りなく誉れと栄光とがあるように。アーメン。私の子、テモテよ。以前あなたに対してなされた数々の予言の言葉に従って、この命令を与える。あなたはこれらの言葉に励まされて、信仰と正しい良心とを保ちながら、立派に戦い抜きなさい。ある人々は正しい良心を捨てたため、信仰の破線にあった。その中に、ヒメナオとアレキサンデルとがいる。私は神を汚さないことを学ばせるため、この二人をサタンの手に渡したのである。テモテへの第一の手紙、第二章。そこでまず第一に進める。すべての人のために、王たちと上に立っているすべての人々のために、願いと祈りと取りなしと感謝とを捧げなさい。それは私たちが安らかで静かな一生を、真に信心深く、また謹厳に過ごすためである。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり、また御心にかなうことである。神はすべての人が救われて、真理を悟るに至ることを望んでおられる。神は唯一であり、神と人との間の中保者もただ一人であって、それは人なるキリストイエスである。彼はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられたが、それは定められた時になされた証に他ならない。そのために私は立てられて宣教者、使徒となり、私は真実を言っている、偽ってはいない。また、異邦人に信仰と真理と教える教師となったのである。男は怒ったり争ったりしないで、どんな場所でも清い手を挙げて祈ってほしい。また、女はつつましい身なりをし、
適度に慎み深く身を飾るべきであって、髪を編んだり、金や真珠をつけたり、高価な着物を着たりしてはいけない。むしろ良い技を持って飾りとすることが、信仰を言い表している女に似つかわしい。女は静かにしていて、万事につけ従順に教えを学ぶがよい。女が教えたり、男の上に立ったりすることを私は許さない。むしろ静かにしているべきである。なぜなら、アダムが先に作られ、それからエヴァが作られたからである。また、アダムは惑わされなかったが、女は惑わされて過ちを犯した。しかし、女が慎み深く、信仰と愛と清さとを持ち続けるなら、子を産むことによって救われるであろう。テモテへの第一の手紙、第三章。もし人が監督の職を望むなら、それは良い仕事を願うことである、とは正しい言葉である。さて、監督は、非難のない人で、一人の妻の夫であり、自らを制し、慎み深く、礼儀正しく、旅人をもてなし、よく教えることができ、酒を好まず、乱暴でなく、寛容であって人と争わず、金に淡泊で、自分の家をよく治め、金言であって、子供たちを従順なものに育てている人でなければならない。自分の家を治めることも心得ていない人が、どうして神の教会を預かることができようか。彼はまた信者になって間もないものであってはならない。そうであると、高慢になって悪魔と同じ審判を受けるかもしれない。さらにまた、教会外の人々にもよく思われている人でなければならない。そうでないと、そしりを受け、悪魔の罠にかかるであろう。それと同様に、羊も金言であって、二枚舌を使わず、大酒を飲まず、利をむさぼらず、清い良心を持って、信仰の奥義を保っていなければならない。彼らはまず調べられて、不都合なことがなかったなら、それから羊の職に就かすべきである。女たちも同様に金言で、他人をそしらず、自らを制し、すべてのことに忠実でなければならない。羊は一人の妻の夫であって、子供と自分の家とをよく治めるものでなければならない。羊の職をよく務めた者は、良い地位を得、さらにキリストイエスを信じる信仰による大いなる確信を得るであろう。私はあなたのところにすぐ行きたいと望みながら、この手紙を書いている。万一私が遅れる場合には、神の家でいかに生活すべきかをあなたに知ってもらいたいからである。神の家というのは、生ける神の教会のことであって、それは真理の柱、真理の基礎なのである。確かに偉大なのは、この信心の奥義である。キリストは肉において現れ、霊において義とせられ、御使いたちに見られ、諸国民の間に伝えられ、世界の中で信じられ、栄光のうちに天に上げられた。テモテへの第一の手紙、第四章。しかし、御霊は明らかに告げて言う。後の時になると、ある人々は惑わす霊と悪霊の教えとに気を取られて、信仰から離れ去るであろう。それは、良心に焼き印を押されている偽り者の偽善の仕業である。これらの偽り者どもは、結婚を禁じたり、食物を断つことを命じたりする。しかし、食物は信仰があり、真理を認める者が感謝して受けるようにと、神の作られたものである。神の作られたものは、皆良いものであって、感謝して受けるなら、何一つ捨てるべきものはない。それらは、神の言葉と祈りとによって清められるからである。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたは信仰の言葉と、あなたの従ってきた良い教えの言葉とに養われて、キリストイエスの良い奉仕者になるであろう。しかし、俗悪で具にもつかない作り話は避けなさい。信心のために自分を訓練しなさい。体の訓練は少しは益するところがあるが、信心は今の命と後の世の命とが約束されてあるので、万事に益となる。これは確実で、そのまま受け入れるに足る言葉である。私たちはこのために労使苦しんでいる。
それはすべての人の救い主、特に信じる者たちの救い主なる生ける神に望みを置いてきたからである。これらのことを命じ、また教えなさい。あなたは年が若いために人に軽んじられてはならない。むしろ言葉にも、行情にも、愛にも、信仰にも、純潔にも、信者の模範になりなさい。私がそちらに行くときまで、聖書を朗読することと、勧めをすることと、教えることとに心を用いなさい。長老の安心を受けたとき、予言によってあなたに与えられて、うちに持っている恵みの賜物を軽視してはならない。すべてのことにあなたの進歩が現れるため、これらのことを実行し、それを励みなさい。自分のことと教えのこととに気をつけ、それらを常に努めなさい。そうすればあなたは自分自身とあなたの教えを聞く者たちとを救うことになる。テモテへの第一の手紙、第五章。老人を咎めてはいけない。むしろ父親に対するように話してあげなさい。若い男には兄弟に対するように、年取った女には母親に対するように、若い女には真に純潔な思いを持って姉妹に対するように勧告しなさい。ヤマメについては真に頼りのないヤマメたちをよくしてあげなさい。ヤマメに子か孫かがある場合には、これらのものにまず自分の家で功用を尽くし、親の恩に報いることを学ばせるべきである。それが神の御心にかなうことなのである。真に頼りのない一人暮らしのヤマメは、望みを神に置いて日夜絶えず願いと祈りとに専心するが、これに反して淫らな生活をしているヤマメは生ける屍に過ぎない。これらのことを命じて、彼女たちを非難のないものとしなさい。もしある人がその親族を、ことに自分の家族を顧みない場合には、その信仰を捨てたことになるのであって、不信者以上に悪い。やもめとして登録されるべき者は、60歳以下の者ではなくて、一人の夫の妻であった者、また子女をよく養育し、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、種子の善行に努めるなど、その良い技で広く認められているものでなければならない。若いヤモメは除外すべきである。彼女たちがキリストに背いて気ままになると結婚をしたがるようになり、初めの誓いを無視したという非難を受けねばならないからである。その上彼女たちは怠けていて、家々を遊び歩くことを覚え、怠けるばかりか無駄事を喋っていたずらに動き回り、口にしてはならないことを言う。そういうわけだから、若いヤモメは結婚して子を産み、家を治め、そして反対者にそしられる隙を作らないようにしてほしい。彼女たちのうちには、サタンの後を追って道を踏み外した者もある。女の信者が家にヤモメを持っている場合には、自分でそのヤモメの世話をしてあげなさい。教会の厄介になってはいけない。教会は真に頼りのないヤモメの世話をしなければならない。良い指導をしている長老、特に宣教と教えとのために労している長老は、2倍の尊敬を受けるにふさわしいものである。聖書は穀物をこなしている牛に靴子をかけてはならない。また、働き人がその報酬を受けるのは当然である、と言っている。長老に対する訴訟は、2人か3人の証人がない場合には、受理してはならない。罪を犯した者に対しては、他の人々も恐れを抱くに至るために、すべての人の前でその罪を咎むべきである。私は神とキリストイエスと選ばれた御使いたちとの前で、厳かにあなたに命じる。これらのことを偏見なしに守り、何事についても不公平な仕方をしてはならない。軽々しく人に手を置いてはならない。また他の人の罪に加わってはいけない。自分を清く守りなさい。これからは水ばかりを飲まないで、胃のため、またたびたびの痛みを和らげるために少量のブドウ酒を用いなさい。ある人の罪は明白であって、すぐ裁判にかけられるが、他の人の罪は後になって分かってくる。それと同じく、良い技もすぐ明らかになり、そうならない場合でも、
隠れていることはありえない。テモテへの第一の手紙、第六章。くびきの下にある奴隷は、すべて、自分の主人を真に尊敬すべきものとして仰ぐべきである。それは神の皆と教えとが素資料を受けないためである。信者である主人を持っている者たちは、その主人が兄弟であるというので軽視してはならない。むしろますます励んで仕えるべきである。その益を受ける主人は信者であり愛されている人だからである。あなたはこれらのことを教え、かつ進めなさい。もし違ったことを教えて、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉、並びに信心にかなう教えに同意しないようなものがあれば、彼は高慢であって何も知らず、ただ論議と言葉の争いとに病みついているものである。そこから妬み、争い、そしり、猜疑の心が生じ、また知性が腐って真理に背き、信心を利得と心得る者どもの間に、果てしのないいがみ合いが起こるのである。しかし、信心があってたることを知るのは大きな利得である。私たちは何一つ持たないでこの世に来た。また何一つ持たないでこの世を去っていく。ただ、衣食があれば、それで垂れるとすべきである。富むことを願い求める者は、誘惑と罠とに陥り、また人を滅びと破壊とに沈ませる。無分別な恐ろしい様々な情欲に陥るのである。金銭を愛することは全ての悪の根である。ある人々は欲張って金銭を求めたため、信仰から迷い出て多くの苦痛をもって自分自身を差し通した。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避けなさい。そして義と信心と信仰と愛と忍耐と柔和とを追い求めなさい。信仰の戦いを立派に戦い抜いて、永遠の命を獲得しなさい。あなたはそのために召され、多くの証人の前で立派な証をしたのである。私はすべてのものを生かしてくださる神の御前と、またポンテオピラトの面前で立派な証をなさったキリストイエスの御前であなたに命じる。私たちの主イエスキリストの出現まで、その戒めを汚すことがなく、またそれを非難のないように守りなさい。時が来れば、祝福に満ちた、ただ一人の力ある方、諸々の王の王、諸々の主の主が、キリストを出現させてくださるであろう。神はただ一人、不死を保ち、近づきがたい光の中に住み、人間の中で誰も見たものがなく、見ることもできない方である。誉れと永遠の支配とが神にあるように。アーメン。この世で富んでいる者たちに命じなさい。高慢にならず、頼りにならない富に望みを置かず、むしろ私たちにすべてのものを豊かに備えて楽しませてくださる神に望みを置くように。また、良い行いをし、良い技に富み、惜しみなく施し、人に分け与えることを喜び、こうして真の命を得るために、未来に備えて良い土台を自分のために築き上げるように命じなさい。テモテよ、あなたに委ねられていることを守りなさい。そして俗悪な無駄話と偽りの知識による反対論とを避けなさい。ある人々はそれに熱中して信仰から逸れてしまったのである。恵みがあなた方と共にあるように。